皆様こんにちは。今回はついに国内でも開始された Android Pay について、海外向けサービスとの違いも踏まえて概要を解説させていただきます。 Android Pay はもともと Android の NFC を利用したモバイル決済サービスです。基本的には Android 4.4 以降の NFC 搭載機種で利用することができます。Android Pay のサービスは2015年末に米国で開始され、その後英国やシンガポール、香港などでも順次開始されています。そして2016年12月16日よりついに日本でも提供が開始されました。ただし海外で展開されているサービスと国内で開始されたサービスでは利用できる決済サービスなどの違いがあり、日本では今のところ独自仕様のサービスとなっています。海外と国内における Android Pay の大きな違いは利用する通信規格です。海外ではグローバル規格の NFC が採用されているのですが、国内で開始された Android Pay は国内で広く普及しているフェリカを利用するサービスとなっています。つまりフェリカを搭載する Android 4.4 以降の機種でないと国内向けの Android Pay を利用することはできません。この Android Pay の海外と国内での違いの原因は、前途の通り普及しているサービスによるものです。国内では古くから利用されているお財布携帯がフェリカを利用するサービスとなっているので、店舗に広く普及している決済端末もフェリカに対応するものとなっています。たとえ国内で NFC を利用する Android Pay が開始されたとしても、現時点では NFC 決済を利用できる店舗がごく限られてしまいます。そのため海外と国内では Android Pay の仕様に違いがあるわけです。フェリカを利用するモバイル決済サービスとして国内で開始された Android Pay ですが、開始時点での決済サービスは楽天が提供する電子マネー楽天エディのみの対応となります。海外で提供されているクレジットカードを登録した上でのモバイル決済は現時点では非対応です。この他 Android Pay は各企業やショップが提供するポイントプログラムやギフトカードにも対応しているので、ショップが Android Pay に対応している場合はギフトカードを Android Pay に登録してギフトカードを利用したモバイル決済を行ったり、 Android Pay を会員カードやポイントカードとして利用することもできます。手軽に決済が行える Android Pay ですが、そもそものメリットはその安全性にあります。海外で開始されている Android Pay のクレジットカード決済では、クレジットカード情報を Android 本体に直接登録せずにランダムで生成されるバーチャルアカウント番号という仮想番号を用いてクラウドに登録し、そのバーチャルアカウント番号とクレジットカードが紐づく仕組みとなっているので、Android からクレジットカード情報が漏れる心配がありません。国内ではまだ Android Pay がクレジットカード決済に対応していないので、そのメリットの恩恵を受けることはできませんが、今後のサービス拡大でクレジットカード決済にも対応する予定となっているので、将来的には海外と同じように安全なモバイル決済が利用できるようになります。このほか楽天エディ以外の電子マネーやデビットカードなども利用できるようになる予定です。つまりそれらを Android Pay で一元管理することができるようになるわけです。次回は実際に Android Pay に楽天エディを登録する方法などをお送りさせていただきます。以上、ついに国内でも開始された Android Pay についての解説でした。